はい、パーティーゲームがお送りする実況プレイルーンファクトリー4スペシャルの続きでございますが、はい、前回のパートからちょっと日を改めております。前回このもこもこ感謝祭ね、ちょっと楽しみましたね。のほほんとほのぼのとしたひとときを楽しんだ一方で、新しいダンジョン、よく見る洞窟という場所がね、発見されて、敵が非常に手強いと。でもその先に倒れてしまったセルザビードを助けるための手がかりが、もしかしたらあるのかもしれない、みたいな感じでね、そんなお話がありました。はい。で、あれから一週間分、ちょっとね、プライベートでプレイしました。この間ね、イベントがな、これはまあ誕生日ですね。誕生日はあったんですけども、イベントはなかったですので、一週間かけてですね、レベル上げをしたり、新しい、ね、作業台を買って、ちょっと防具の強化を、してみたりしました。はい。ちょっとまず水やりやろうかな。おっ。おうほうほう。これね、晴れの日というよりは、これは何の日だったっけな。ルーンが満ちてる非常にありがたい日なんですね。よかった。確か作物の育ちが非常に良くなった。ちゃう。作物の育ちが非常に良くなったりとか、そういう恩恵が受けられたと思います。これ桜株。株よりもちょっと時間がかかる、ちょっと高級な株です。これもね、ちょっと実は育ててみてたんですけども。これなぁ、でも、今、まあ、被り物も変わっちゃってるんですけどね。ヘッドドレスに。ね、どう考えても女の子用も、ね、のものなんですけども、作れる中では今これが一番強いので。はい。カーノベルトとか、あと肩びら、装備もね、変わって、これ防御力がね、結構上がりまして。まあ、プラスレベルもですね、前回28だったかな ?28 かぐらいだったと思うんですけど、32まで上げました。はい。桜株。それこそ野菜大会がね、もうすぐあると思うんですけども、桜株出しでもいいんだけど、レベル1だしなーっていうのがあるんですよね。それだったらレベル6の株の方がいいのかもしれないし、あの気がいいんだろうなーみたいな感じなんですよね。はい。今から桜株を育てて間に合うかっつったら、間に合うんかなー。11日かかるっていう設定なんでね。ちょっと無理じゃないかと思います。はい。はい、水やり。体。ちょっとね、いろいろ変わったところをちゃんと押し出していきたいんですけどもね。ちょっとまずは3日から。仲良し度、モンスターたちと仲良し度も上がってきたので、ほら、近づいても逃げなくなりましたよね。仲良しとかじゃけん、多分今4ぐらいかな。モンスターとのね。3か。で、あとね、フライパンを買ったのと、あと外出たら分かるんですけど、これ、装飾台。これでいわゆる防具とかアクセサリーを作ることができます。はい。これ、鎧だったりとか、ここはちょっとまだね、銀がいるので、なかなかね、銀と、まあ、他の素材も、かなり手に入りにくいと思います。盾とかね、はい。アイアンシールドが鉄2つで作れるんで、レベル上げには、ね、持ってこいかなと思います。はい。ヘッドドレス。さすがに毛も耳をつける勇気がなかったです。どっちもどっちですけどね。アクセサリーがやっぱり結構数が多いです。バーってね。翻訳指輪、銅の腕輪とかね、闇の指輪とかね、ありますけども。ちなみに銀はね、一個だけね、依頼箱の依頼で、報酬として一個だけもらいました。今んとこ、採掘で手に入れる方法はありません。なので非常に貴重です。それでですね、ちょっと待ってくださいよ。
ありがとうございます。リンゴジュースです。これトイハーブ持ってるのはね、まあプレゼントして好感度、愛情度をちょっと上げたいなということで。ちょっとまあ今回のこのルーンファクトリー4、私のねプレイ動画で結婚するとこまでお見せできるかどうか今のとこまだちょっとわかりません。わかりませんけども、まあ上げてはいきたいと思ってるので、はい。回復のポット、これ回復のポットのですね、さらにもうワンランク上である癒しのポットがね、作れるようにはなったんですけども、素材のこの赤い草がものすごく貴重なので今のところ、ちょっとなかなか浮かつに、ちょっとしんどいですね作るのは。あとまあレベルも足りませんし、だったら回復のポットをねバカバカバカって作ってしまった方が、まあ。ね、こんな感じでやった方がまあまだマシかなという感じがします。こんぐらい作っておこうかな。はい、やった。はい、これだけあればっていう感じですけど、これだけあってもバカバカ使っちゃいますんでね。で、まあ、回復のために。あ、でも回復せんでいいんか。欲見る洞窟に、確か回復できるポイントがあったんで。で、一応一回セーブしておきますね。そして、飛行船を使って、どうもどうも。いい天気ですね。製造ビード様は僕が失敗しても文句を言わないんです。優しい方ですよね。やっぱりあのイベントの後、みんながね、セルザービードが倒れたということで、やっぱり心配する声がすごく増えてます。お今日はお日様が気持ちいいね。やめぐちゃんが楽しい曲を聴かせてくれたの。音楽って好きだよ、楽しいから。めぐちゃん、あ、いないな、またとりあえず行ってみますか。はい、よく見る森行って、あ、待って、あ、いで！これはまあ、レベルの低い敵からもうね、ダメージすら受けなくなりますんでね。採取できるものはしておきましょうかね。ここにでもこのグラフィックついてくるんだな。こうでしたね。ほい、飛び降りる。これですね。これを抱えて回復できますんでね。あ、風の結晶初めて出た。おほう。さてさて、受けるダメージがね、かなり減りましたよね。60とかこうやってましたけども、今もう一桁台です。ちょっと強くしすぎたかな。もしかしたらこれもう一回もう通り抜けているんで、あ、待って、なんかもらえるんだったらもらう。よいしょ。これ何？サヨリの刺身。三河ですね、これは。接着剤みたいなものです。はい。で、ここにもセーブポイントがあるんですよ。僕は先には行ってないんですけども、何が、あ、いた。何やら見覚えのある物体ですね、これ真ん中の。
石を飛び越えればいいんじゃないのかな。逃げられちゃった。でもなんだかこの石に興味が出みたい。持っていけば捕まえられるかも。はい、これは特殊なイベントなんで手持ちに加わるという感じではないと思いますが、どうだろうね。ね、うん、お、裏敵が出てきたな。出て出て。戦闘に初めて入ったエリアで、あのワープホールみたいなのがある場合は、大体あのワープホールを壊さないと。ワープホールを壊してかつ敵を全滅させないと先に進めません。これはこれはなんかある、なんかあるね。ちょっと、ああここでオレンジが取れるんだ。おお、さらに違うのが出てきた。こうです。そんなに強くないか。おお、道がちょっと入り組んでますね。この矢石をですね、攻撃で打ち返すというか弾き返すことができます。このアリサチのやつとはまた違う種類ですかね。これいただいていいのかな。ソニックウィンド、これは魔法ですね多分。さらにレベルが上がってる。ちょっと待ってくださいよ。装備してみます、せっかくだし。いけ、うん、いけ。ああ、追尾してくれるみたいですね。あ、飛んだけどここは、ね、出て出て、無視して先に進める。ここはダメかな。あ、ここはダメだ。ワープホールになるとこがダメみたいですね。これ前のままのレベルで攻略しようと思ったらこれ多分大ごとになってましたね。鍛えてやってよかったですよ。お、これはあれはあれはなんだ、またもセーブポイント。不安になりますね、どこで何があるか。さすがに私も正確には覚えてないんでね、 3DS で遊んだとはいえ。お、またさらに飛弾敵が出てきたぞ。ああ、なるほど、リーフウォール取れましたね。とりあえず奥へ進んではいますけども、結構長いのかな。ん、あれか、入り組んでますな結構。手編みのニット、お、これいいんじゃない。防御力は下がるのか。あ、しかも 手持ちの荷物がちょっと、もうそろそろやばい感じですね。やめて。やりました。お、あ、これさっきのとこじゃないですかね。これ多分、おー、ショートカットじゃ。じゃあ一回戻ろう。
ね、一回戻って体勢を立て直しました。おお、よかったよかった。さて、風の結晶。これちなみにですね、こういう素材に対してですね、ちょっと待ってくださいね。これか。強化素材、難しさ2、防御力プラス1って書いてますけども、これはですね、装備品に対してですね、強化をするということができます。さっきの装飾台とか、鍛冶台とかを使えばね。はい。で、まあ、その際にどんな効果がつくかっていうのが、まあ、例えば鉄を、合成すれば、防御力がプラス1されますよと。武器でも合成すれば防御力プラス1がつきます。はい。ただし、同じものをですね、何回も何回も、やっても、まあ、効果はどんどん薄くなっていってしまいます。はい。できるだけバラッバラの素材をどん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 合成して強化していくのが、よろしいみたいです。ただし、まあ、素材の質が良ければ良いほど、この難しさの分ですよね。難しさの数値が高ければ高いほど、合成の時ですね、まあ、必要なレベルも、まあ、高くなるので、まあ、必要なルーンポイントも大きくなるということです。はい。また、合成する武器や防具によっても、確か変わってくるんだったかな。ホウレンソウはこっちじゃない方がいいな。これはこっちでいいか。発火薬。ヘビースパイスはこっちでいいや。まあ、そろそろ収納箱もでもいっぱいになりそうですね。あんまり。ガチャ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 入れると、あ、ちゃうちゃう。エメラルド。そうそう、そういえばじゃあ誰、ね、まあ、結婚できるかどうかわからないにしても、できる、将来的にできるように、まあ、一応、好感度、愛情度上げてるって話をしましたけど、じゃあ誰を、誰にしようかなって、まあ、ちょっと考えたんですよね。私一人で、3DS 版でプレイしたときは、フォルテ、女剣士のね、彼女と結婚しました。別のキャラの方がいいなと思って、じゃあ、誰がいいかなって悩んだ結果ですね。ちょっと待ってくださいね。こんにちは。おはようございます。あなたじゃない。あなたじゃない。いい天気だな。ごめんね。明日はコウキの誕生日だな。私はこの花形のペンダントを用意したが。花？そうだが。花？そうだが。よっぽど花に見えないんだな。いや、明日が楽しみだわ。さあ、レス君。頑張って。ありったけの花を摘んできなさい。両手に抱えきれないくらいがベストよ。僕が行くんですか。ダメ？ダメですよ。ダメですよ。そりゃそうだ。こんにちは。こんにちは。ねえねえ。可愛らしい花の歌を送ろうかと思うんだ。彼女に可愛らしい花を。ありがとう。けどマーガレット。ねえねえ。ちょっと結婚。候補は一応彼女で行こうかなと思ってます。はい。まあ、お見せできるかどうかは分からないんで、あまり期待しないように。こんにちは。いや、でもせっかく誕生日だったらね、まあ、琥珀もでも花でいいんじゃないかなと思いますけどね、基本は。エストも会場やるんだっけな。じゃあ、とりあえず後半も使ってみたらどうだ？後半も。ナビ。結構いろいろアドバイスをくれますからね。ミシダのこういうミシダの住人も来るんですよ。これがまあ要するにこうね、オーダーによって町が盛り上がってきてる証拠なんですね。このいわゆる NPC が増えてると言いますかね。でですよ。なんだっけ。ちょっと待ってくださいよ。荷物の整理をするために帰ってきたんですよね。そもそも。じゃあ。いや。せや。おや。食べ物。とりあえずこれ。あ、ちゃう。これでまた出陣しましょうか。ここ以外にも行く手段なかったかな。
ちょっと忘れちゃったんですけどね。で、まあここからワープできるのかな。いや、できないな、やっぱり。ここのよく見る洞窟で直接移動する手段っていうのがまだないんですよ。はい。こっち？あっち？こっち？こっちか。あ、でも倒さんでいいんか、ここ。あ、なんかあった。なんか落ちた。なんかわからんけど落ちた。あ、でもここにも柱がある。あや。早期の火曜日を覚えた。通常攻撃の最後に B ボタンを連打すると奥義が出せそうだ。これか。おお。どん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 強くなっていきますね。難しいな。回りながら前進してくれると当てやすいんだけども。ああいいですね。でもこれやったら、おお、やりました。塔の上だわ。今何か気になる。え、なんだ、なんだろう。何が気になるんだろう。お、これは、はあ、はあ、杖の新しいタイプですね。そうか、杖を使ってみるってのもね、やってみたいけんですね。杖というか、なんか投げてるように見える。ちょっと待ってくださいね。食べ物食べときましょうか。で、こっち。大して効かねえな。今ペコンって言ったでしょ。あれは多分ね、あの相性が良くなかった時の音だったと記憶してます。リバウル、いかにも手強そうですね。はまい、これは水の遺跡の時にもね、出てきましたね。いろんな鉱石が出てきますね。あー、幹があるね。ちょっと待ってください。これ、長引きそうだな。23分だぞ、今。どうしよう。ちょっと待ってくださいね。とりあえず敵倒してから考えます。まあ、それこそモンスターをね、あれやったら仲間に。急に眠く。ああ、寝た。ちょっと待って。やばい。ああ、起きた。ああ、状態上も気をつけにはいけんですね、ここからは。さらにレベルが上がりました。そしてさらに敵がいて、ちょっと待って、ボタン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 。押したい。赤いのって確か、こっちにありましたね。これだ。おお、さらに敵。さつまいも。ちょっと待って待って待って。できた。いけるとこまで行ってみよう。うわ。この先は、あ、この先は何もなさそうですね。おお、ちょっと待って、すごい広いぞ、この洞窟。あー、これは倒さないで。せっかくなんで、もうちょっと、もうちょっと進めてみます。あー、なんか麻痺った。これね、麻痺になるとね、移動速度が遅くなるんですよ。めんどくさいことにね。これ治ったっけなー。あ、見つけた。
で何分25分。おやたらでかいのがある。これね、やたらでかいのがですね、やたら手に入るかと思うと実はそうでもないっていうね。そうそう、なんででかいんだろうって思うんですけども、かと思えばこれちっちゃいのがあるでしょ。これもしょぼかったあんまりでもあのサイズはね関係なかったような記憶があります。あ、ここに出てくんのこれはあのよく見る森がね、もともとのよく見る森が一番最後のエリアですね。じゃあここ確かセーブポイントだったよね。ああ、あったあった。ここでセーブをして、これでこのパート終了にしましょうか。はい、ちょっと以上ですけども、さあこの先に何があるのかをね、もうさらに、まあ、この奥はね本来はあの最初のボスがねいるはずなんですけども、まあ多分そんな感じじゃないんでしょうねきっと。はい、どんな、展開が待ってるのかをね次のパートでねお送りしていきたいと思います。はい、ということで、ルーンファクトリー4スペシャルのプレイ動画、次のパートに進みます。